12月ですね、うん、12月1日、早いですね。あと1ヶ月で2019年終わります。アンニャチャンネルで再現部になります。まあ再現部ちょこちょこっと音の違いはあれど、まあ第一主題はあの提示部と同じ感じなんで、ちょっとノーコメントで通していきます。から第2主題に入っていきます。フランス語で全ては魅力と甘美さになるって書いてあるんですけど、ね、ここが多分一番冬美がめんどくさい部分ですね、うん、私は一番めんどくさかったです。ちょっと楽譜見てもらいましょう。ここなんですけど、まずメロディー、まあ、このメロディー出てきて、で左手はずっと32分符で、まあこの細かいのと、ってなって中ね、これ右手で弾くんですけど、大体こんな感じでリズムが噛み合いにくいっていうか、そんな感じなので、まあここの練習法としては、まずこのセーブとここを合わせるとか、あとこことここを合わせるとか、まあそうして、でまずここを合わせるのか、まあそういうふうにして、まあゆっくり噛み合わせていくのがいいかなと思います。再現部の第2主題からやっていきたいと思います。
30小節あたりのこれが、展開部でいったに結構通ずるものがあると思います。してたんですけど、よく聞く練習みたいな。それでもやっぱりすごい難しいですし、一回分かんなくなったら本当に分かんなくなっちゃうので、ここしっかり練習しなきゃな。定時部と同じなんですよ、曲の運びっていうか。これまた弦4度になってた、まあ同じなんですけどね、まあ同じです、うん、同じ。もう疲れてきて何言ってるか分かんなくなってきた。
テージ部と同じです。あの調が違えど、錯乱した舞踏に加わる。まあここを、まあ、とりあえず弾いていくと、こんなあの提示部には出てこなかったあの音型が出てきます。これがなんか桜下舞踏みたいな、なんかそれと関連があるのかなって感じがしますよね。でピアノでこれやってピアノあの このピアノじゃなくて、まあピアノって書いてあるんですけど、なんか結構そのスカルボチックなところと、まあ、この舞踏の部分は結構音質的にもちょっと違うものにしていきたいです。はい、あとちょっと、最後に出てきました、8分の2拍子と8分の3拍子のミックスで、8分の3拍子の方は一拍が5連符です。はい、バカでしょって思うの。これ私1回ちゃんと計算しました。これよく知られてる方法だと思うんですけど、例えばまあ、こういう部分で有名どころだと、あのドビュッシーの喜びの島、あの5対3のリズムが出てくるところがあるじゃないですか。あそこもまず
あのごとさんの最小購買数求めて、まあそしたら確実にあの数えていたら合うところが出てくるじゃないですか。まあそれでまず頭で理解して、でゆっくり引いて、あの数えて引いて理解して、まあそれで、うん、まあまず頭で理解することが大切なんで、私もここの部分はまず、まあ8分の2って書いてあるけど、この8分の3の一小節で一つなので、この4と15の最小公倍数を求めて、で60だったんで、それでこの数字が書かれている、まあ こんなタイミングで合いますよっていうのを一回理解するんです。で実際テンポが速いから、ちょっとぐらいなんかずれててもそんなに気にはならないんで、まあそうですね、うん、まあ、この線で引かれてるのは違うんですけど、そう、まあ、まず頭で理解するのが大切ということです。はい。でこの右手の音形、本来ならって入ってないとか、結構強度が出てきて、まあ私は届くんですけど、いつもでもこのインテンポで弾いた時に無理があるんで、この9度の一番下の音はもう省くことにしました。もう仕方ないね、これはね。もっといい方法が見つかればね、全部弾きたいけど、はあ、ってことで、あと2ページぐらいやっていきます。最高音がこのチェの音なので、もう仕方なくチェを弾きます。
感じで最後まで謎のまま終わっていくんですけど、まあ謎を残したまま終わっていくんですけど、待って、遠くに消えていくようなそんな感じですね。スカルボの最後とか、まあスカルボの最後もこんな感じで消え去るように終わっていくんですけど。まあ、それとちょっと似たようなものがありますね。まあ、という感じの曲でした、ね、あと20日ですけど、まあ、一からやるつもりでしっかり練習していきたいです。はい、では今日はこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。